いやどうもっていうわけで今日もありがとうございましたね。なかなか面白かったですね。年末年始の話っつうのね、いつも反省会ってこの辺で反省するの終わりなんですよ全然関係ない話ですかね。というわけで今日もなんだろうな、ゲストっつうよりも話し相手だよね。はい、セリーヌです。おまんかた。はい、おまんかた。いつも話し合い。でも今日ね、俺はね、傷口に塩を塗るタイプですからね、セリーヌ今日1個反省しなきゃいけないんですよ。火災情報ね、忘れてた。いつもだと皆さんね、あれなんですよ、何があれってね、あるじゃないですか、交通情報。俺が頑張って標準語で読んで交通情報読み終わったら、CM が入って、その後 BGM がちょっと変わって、それではここで水戸消防局発表のってやんだけど、今日はその後チュチュチュー76.2 ミュージックラバーズ FM パールルーンつって曲が流れちゃった。前は、火災情報の BGM を入れるって分かってんだけど、はい、なんかジングル出す方に手が行ってておっとみたいな、危ねえっつって、そう時あったんですけど、ところがどっこい今日はついにジングルが入って曲まで行きましたかしかも曲流れて、その時のセリーヌの皆さんサイバル映ってないからあれなんだけど、セリーヌがその時セリーヌって曲かけ終わるとちょっと落ち着くんですよ。やっぱディレクター忙しいから曲かけ終わるとふーっていう一手間つか一息つくクッションがあるんだけど、セリーヌ完全にそれやったのよ。そうで俺ここで火災情報のやつ待ってて、ちょっとキョトンってして火災はって聞いたら、あーみたいなあれ面白かったね。生放送感やったーみたいな。今日生放送感強めで、生放送感強めだった、お送りしましたね。その後ね、いろいろこう爆笑してたら時間ギリギリになって、俺が全然時間ギリギリ前のコメントまとめねえで、なんか投げやりみたいになっちって、先週の反省会でセリールがその辺適当にやったら私怒りますねって言ったのにグダグダ、やべえ今日グダグダしたみたいなで、そんなこんなでもね、皆さん本当にね、お付き合いいただいてありがとうございますよ。皆さんご存知の通り、このラジオは8時に、ね、終わるんですよ。20時に終わりまして、その後反省会撮るんですけどね、今日は反省会の取り出しがなんと9時半ということで、1時間半いて何をやってたんだっていう話になってくるんですけど、茨城弁で歌ってみたの次回作案を練ってたんですよ、セリーヌと。その結果いろんな曲を俺がここで即興で歌うっていうのをやったらこの時間になるっていう反省会用にって買ってきてカフェラテほぼないっていう。本当だよね、そう、今日セリーヌギャラはあれですね、ファミマの新作何ケーキ、ふわふわケーキオムレット、ふわふわケーキオムレットのチョコ味です。皆さんセリーヌはチョコが好きなんですよ。チョコ好きだな。で俺もダイエット前は結構チョコ食ってたんですよ。チョコと甘酸っぱいいちご。あ、甘酸っぱいのいいよね。俺も甘酸っぱいって言ったやつが甘いだけってあんま好きじゃない。わかる。あれがやばかったんですよ、いつだっけな、10月から。いただきます。どうぞ。コストコ、行った時にコストコって季節のスムージーが売ってるんだけど、あれのリンゴスムージーがめっちゃうまかった。ちゃんと酸っぱいリンゴ味がするんだよ。あれはうまかったね。それうまいの？おいしい。うまい、甘さ的にはどう？甘さもそんなに。ふわふわなの？ふわふわ。ふわふわです、皆さん。ふわふわ。あ、ちなみに俺ポケモンのニックネームふわふわってやつになる。何？ふわふわってなんだろう。チルットを捕まえてふわふわにした。進化したチルタリスの中から両方使えるニックネームなんだろうって、ふわふわっていう。そう。多分セリーヌ俺のポケモンのニックネーム当てらんないだろうね。わかんないかも。ポケモン知ってる？ある程度。ある程度知ってる。前歯ってわかる？ピッパ。あ、じゃあピッパ進化すると何になる？なんだっけ、なんかね、最近知ったんですよ、私ピッパの進化系。ビーダルって言うんだけど。気持ち悪くないですか？ビーダルね。あいつ 3D になったらよくよく気持ち悪くなってたんだけど。あ、そっか、2D で見てたらまだ。2D で見てた方がまだいいけど、今、その新しいダイパーリメイクのビーダルはちょっと気持ち悪いね。そうでしょ。そう。なんか私も、他の YouTuber さんがやってるのも見たりしてるんですけど、それで、えみたいな。そう、ビーダルはちょっと、なんかお前目玉飛び出てねみたいな感じなんだけど。じゃあ俺はビーダルになんて名前つけてるでしょ、ニックネーム。ビーダル。デメキン。あ、違います。
描い前はですそのままだったか。そのままだよ。そのまま基本的にはそのまんまだね。大体そのまんまついてますよね。大体そのまんまついてる。あ、じゃあ俺のめっちゃ難しいよ。あのフーディンわかる、うんうん、ケイシーが進化して、うん、フーディンになんてつけたと思う。フーディン、なんだろう。あのエスパータイプのスプーン持ってるあの黄色いやつです、うんうん、あいつには果たしてなんて名前つけたでしょう。フーディン。そっか、でもケイシーもいるからな。そう、ケイシーからつけた。ケイシーからつけた。ケイシーからつけた。普通にあれですか、キツネ目みたいな。あー、ちゃう。普通じゃないんだ。ちゃう。キツネ目はやっぱほらキューコンとかロコンがいるから。でもキツネに目はつけないから。キツネはキツネだから。あー、そっか。犬目とか猫目とかだから。そうなんだ。そう、だからあのフーディンといえばタイプはエスパーでしょ、うんうん、っていうことは超能力使いなわけだあいつは、うんうん、だからこれ茨城出身の超能力者一体誰だってなった時に、うん、エスパータイプね、うん、いたよ一人と、うん、っていうことでその人の名前をニックネームですけど。誰？マギーシロそっか。そう、ま、超能力いけマギーシロっつって俺のあの主人公がフーディン出すんだけどポーンっつってそうね、マギーシローの念力とかつってやっつけんだけどね超耳でっかくなっちゃったりしないんですか。あ、耳でっかくなんない、うん、あ、そうか。あ、驚かすとかまだ覚えてないから大事大事だねそっか、驚かす覚えてないの。そうだから大事だね。耳でっかくなるって。でもなんだろうな、ポケモンでそんな技あんのかな。あの確かに首回るやつとかない。あれ違う、あれナポレオンズかナポレオンズあれナポレオンズか。危ね危ね。好きだったな。なくなっちゃったね、うん、あとはね、なんてニックネームつけたっけな俺。結構いろんな、ま、ギャラドスは龍ヶ崎ってつけたじゃん、うん、でロゼリアってバラのやついんのわかる。はいはいはい。スボミーってやつが進化してロゼリアっていうのは、あの赤とピンクと青のこう、うん、おててにバラ咲いたやつなんだけど、あいつには剣の花ってつけた。なんだよ。あー、剣の花。茨城の花でしょそう、私今一回、うん、あの剣の花って言って、あー、なんでだみたいなね、うんうん、あとは何がいいかな。石つぶて。石つぶて、わ、うん、かる、うん、あの、こうやって男梅。そう、あ、あれは違う、あれはただの石ころってつけた私もう石つぶてずっと男梅って呼んでる、うん、男梅、あれたち似でんもんね、うん、で、ゴロニャンになっからね、うん、あとは何がいたっけ。鳥目は言ったでしょ、うん、あとは俺のそのニックネーム、まあ、ベロリンガはデレツケ以外何でもないから、うん、まあそんな感じでいろいろつけてポケモンはめっちゃ面白くやってるよっていう話ね。全然先進まないの。全然先進まないの。本当に進まないのそうなんだ、うん、ストーリークリアするの何時間かかるんだろうっていうぐらい全然先進まないポケモンってそういうもんなの、ま、いや俺がかけすぎなんだと思う。しかもあの実況やってっと全然進まないね、マジで。結構縛りプレイやってる人とか多いですよね。縛りプレイやってるプレイヤーもええこらいっけどさ、うん、俺あの全部文章を茨城弁で読むっつうのやりながらやってっから、うん、全部声出しでやるじゃん、うん、全然進まないのよ。確かマジで進まないしかも俺ってそのポケモンやっときに後でやれば別にいいのに、そこの草むらとかで出てくるポケモンを絶対ゲットしてからやけ先進まないのよ。あー、なるほど。だからレアなポケモンこのさ、うん、あの出てこないじゃん。でも昨日超ラッキーだったのがラッキー出てきたの。おお、ラッキーだと思って、でもうゲットしたの。はい、ラッキーにはなんてつけたでしょう。ラッキーちゃいます。つけないです、ラッキーなんて。ヒント、ヒント、あ、ま、卵。あー、ちゃいます。エッグ。ちゃいますそのままあんま英語使わないです俺。あ、英語使わない。あんま英語使わない。茨城弁で。だいたい茨城弁とか、ね、あの俺が言いそうなこと。なんだろう。ラッキー、うん？ラッキーは大吉ってつけた。やったーと思って。まあ確かにね。大吉でしょ？ラッキーだし。だから進化させられないなと思って、うん、ハピナスにはできないなと思って、うん、そう、そういう風につけてます。大吉。大吉。だから小生とね、この間初めて戦ったの。戦うっつって、あの実況終わってちょっと一回対戦してみるっつって、今のその2人の旅パっつんだけど、うん、ガチパじゃなくて旅パ、うん、旅パで戦おうっつって俺と小生で勝負したんだけど、もう勝ったのよ。で小生もお前ニックネームつけてんのっつって、ちゃんとつけてるよって言ったんだけど、うん、もう小生のニックネームは無難なのよ。
例えばあのレントラーってやつがいる、うん、あの電気タイプの犬の青い犬がいいんだけど、うんうん、小生それにビリビリってつけてたのかな。まあ電気タイプだし安直だなと思って。安直だ、うん、俺はそのまんま見てくれのまま名前つけから青い犬目ってつけたんだけど。そう、安直だな。で青い犬目とかってこうやってモンスターボール投げるんだけど、ピョンっつって、そうっていう感じでポケモンをねマジで楽しくやってるっていう。すごい、めっちゃ面白いわ、久々にやったけど。しかもダイパって俺が大学生の頃、はい、授業を忍んでやってたやつだから授業中 DS 持っててこうやってやってたやつだからめっちゃ面白いなと思って。あ、いたいたでしょ。いた、授業中そういうやつ。いた、めっちゃポケモンやってんだあれ。めっちゃ、そうだったんだ。そう、 DS 持ってって、 その子たちね、すごいポケモン好きだったの。女の子だったんだけど。でも DS 授業中やってたでしょ。やってた、やってたでしょ。あれ先生にバレてた俺そうだった、うん、思い出した。そっか、その頃のやつか。そう、それがリメイクされたからどうしても欲しくて。なるほど。そう、あ、すごい納得。だってそんなに変わらないから。そうでしょ、やってたんですよ友達も。だから多分でもね、セリードが1年生の頃、俺は4年生だから、うん、4年生の頃だから多分みんなやってたのは黒白じゃねえかな。あ、そっか、ブラックホワイトの2ぐらいだと思う。でそのちょっと前がダイパプラチナだから、そっかそっか、俺が大学2年生の頃多分ダイパプラチナが出てたんじゃないか。でその後ハートゴールドソウルシルバーが出て、で多分白黒が出て白黒2が出て。なるほど、そういうことか。そうで、その後 3DS になったのよ、はいはい、で 3DS になってポケモンサンムーンっていうのが出て、でその後多分 XY が出たのかな。 XY の方が先かな。でその後ウルトラサンウルトラムーンみたいなのが出て、でその次が多分あれじゃねえか、ポケモンスイッチに移って、俺らが小学生の頃の青春を注いだと言っても過言じゃない、赤緑、ポケモンの赤緑の、まあ、実質リメイクになるピカチュウ EV ってのが出て。あ、そうだ、そう、あれがピカ V なのよ。ピカ V が出て、でその後に世間をこうね、あの席巻したポケットモンスターソードシールド、通称剣盾が出て、でその剣盾の次が今ダイパリメイクだから。そう、納得。で来年の1月には今度あのモンスターハンターってゲームあるじゃん、はい、通称モンハン、はい、モンハンとポケモンが融合したかのようなアルセウスっていうのが出るの。ポケモンアルセウスっていうのが出て、これがやりたくて俺スイッチ買ったようなもんだから、だからダイパリメイクはそれまでのつなぎぐらいのイメージで買ったんだけど、めっちゃ面白いなっつってマジでポケモンの面白さってこんなところで俺はちょっとくすぶってたなと思って、引退したと思ってたから、うんうん、そう、今のポケモン便利なのよ、びっくりした。やったよ、あるポケモン。あの、私ソード&シールドで初めてポケモンやったんですよ。やったの？そう。あ、そう。それまではポケモンってなんとなく知ってたけど、もうほんとオーソドックスなのしか知らない、ポケモン自体も。ピカチュウとか。そう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 。リザードンとか。そうで、ポケモン GO が出たじゃないですか。あ、ポケ GO ね。そう、そんで周りの友達とかもやっぱり流行ってて、それで私も、あ、こういうポケモンがいるんだ、かわいいなってなって。はいはい。そんでちょうどそのタイミングでソード&シールドが出て、あ、なんかやってみたら楽しいかなって言ってやったんだ。やったらめっちゃ面白かった。え、あれやったのね、なんだっけ、あの雪原のなんとかみたいな。やった。冠の雪原だっけ、なんかありましたよね。あるよ、うん、そこまでやった。やった気がする。やった。じゃあ、あのなんかクマみたいな伝説のポケモンみたいな捕まえたの。あ、捕まえた捕まえた。あ、捕まえた。そこまでやった。どっち、剣盾どっちやったの。ザシアン、ザマゼンタ、どっち。剣、じゃあザシアンだ。うん、うー、青い方ですね。青い方、剣、うん、加えてる方でしょ。そう、加えてる方。あ、じゃあザシアン。そう、赤を選ぼう、選ぼうかと思いきや、うん、ちょっとザシアンかっこいいなと思って。ザシアンの方が人気だからねザマゼンタよりね。ちなみにあの今そのデータを、うん、あのトイザラスとかに持っていきますと、うん、あの色違いのザシアンかザマゼンタもらえますよ。色違い、色違い、2匹もらえる。2匹ももらえるのか。1匹交換に使えるよっていう。あ、すごい。そうそう、剣盾。あらららららら。で剣盾のデータがあってダイパリメイクやると、
一番最初の本当の序盤の序盤の頃にあれがもらえるね、ジラーチがもらえるね。あ、そうなんだ。なんかポケモン、あ、違う違う、ピカチュウ EV だとミュウがもらえるんですよ。そう、ピカ V だとミュウ。そうですよね。で、俺どっちも持ってないから、とりあえずそれは誰かと交換すりゃいいやぐらいの感じで、とりあえずもう何にもない知識の状態から旅パを組んでんだけど、俺今までポケモンやってきた中で初めてなのがニックネームをつける。私も基本つけないタイプです。でしょ、はい、そのまんまじゃ。俺もそのまんまがいいなと思ってたんだけど、うんうん、やっぱ YouTube とかやってんじゃん、ラジオでもやってっから、なんかね、そのまんまじゃ面白くねえなって思うようになっちゃって、うんうん、ニックネームつけようと思って、うん、とりあえず御三家にはいやどう思ってつけて、やっぱその怒りざる、うん、いいんじゃん、はい、あれ捕まえた時はいじあげるってつけようと思ってる、はいはいはい、ずっと怒ってるからいじあげるって。いじあげちゃう、ね、そう、いじあげる。あとはなんだろうな、何が、なんでつけようかな。例えばなんかポケモン、そうだな、何がいるかな。とあのドーミラーにはなんてつけたんだっけな俺。あ、そう、進化するとドータ君になるから、除夜の鐘ってつけたんだ。なんかそんな感じの、なんか適当にふざけた名前ばーしつけてんだよな。日本人がやってる感じがしますね。やってる感じするでしょ、でもあれ剣盾でさ、はい、無限ダイナって、はいはいはい、いいんじゃん。すごい、骨みたいな、骨みたいな。あいつのニックネームでめちゃくちゃ面白いニックネームつけてる人がいるって知ってる？なんだろう。無限ダイナにあるニックネームをつけました。そのニックネームとはっていう。なんだろう、なんだろう。いや、こいつ天才だと思った、うん、つけたのが夢の後のっていうニックネームなの。考えて、夢の後のっていう無限大なの。なんだろう、これ意味分かった天才で、うん、BGM が鳴りますね。いきますよ、トゥトゥルトゥトゥトゥ、無限大な夢の後のってなんじゃん。だから無限大なに夢の後のっていうニックネームつけたトレーナー天才だなっていう。なるほどね。いや、でも案外逆にポケモンの名前つけるときもそういうとこから来てるかもしれないから、ね、そうでしょ、うん、だからね、面白いね、やっぱポケモンはすごい。もうニックネームつけて愛着持ってちゃうし。ゴルゴさんはあれだっつってた、あのピカブイ買ったときに1日でクリアしちゃったんで。おお、早い早いじゃん、うん、全然後が面白くなかったっつってて。やっぱ長くやるもんだっつって。じっくりやったほうが、じっくりやったほうがいいって。1日でクリアしちゃったっつって。あー、それはダメっすね、ポケモン1日クリアはって。そっから1日でストーリークリアしちゃうと、今度配信の相手にしなきゃいけないから、ポケモン厳選してとかになっちゃうから、そう、そこまで行くまでのやっぱ道中が面白いよね今ね。確かに すぐ寄り道しちゃう。そう、なんかあるんじゃないかなってなるでしょ。でギャラドスも、俺最初ニックネーム何にしようと思って、コイキングじゃん、もともとコイキングだから、コイキングといえばコイでしょ、うん、で茨城でコイといえば北浦なのよ、うん、だから北浦ってニックネームしてた、うん、だけどギャラドスに進化すると、いや、ちょっとギャラドス北浦ってニックネームはかわいそうだなと思って、かわいそう。じゃあその日本でもかなり強そうな市町村の名前で毎年必ず上位に来る龍ヶ崎っていうのがあった。あ、じゃあ龍ヶ崎だなっつって、うん、そう、あの龍ヶ崎のゆるキャラで、うん、マイリュウくんっていうのがいるじゃん、はいはいはい、だけどギャラドスってあの竜の舞っていうのを覚えて、うん、竜舞型っていう育て方するから、うん、あ、かぶっちゃうと思って竜ヶ崎にした。めっちゃ強い。かぶっちゃう、いいね。俺のパーティーはいいんですよ。いいですね、いい。この間いわーく捕まえた時はなんてつけたんだっけな、えがいヘビってつけたんだっけか。ヘビになっちゃったの、うん、ヘビ、あれ岩ヘビポケモンだから、えがい、えがいヘビ、課題ヘビにするとどっちにすっかと迷ったんだけど、えがいヘビでいいやと思って。そっか、あれ一番えがいから、だから伝説のポケモンとかを捕まえるときはどういうニックネームしようかなって今からちょっと考えちゃってんだよ。そう、いっぱいいんじゃん、うん、だからどうしようかなと思って。カタカナはあんまり使わないってニックネームつけてんだけどね。マギーシローのマギーだけはカタカナにした。
そうです、そこはやっぱりリスペクト込めとかない、そうそうそう、やっぱりリクエスト込めとかないとあれなのでそんな感じですかね。なんかだからいっかな、え、でもいないよね、メガネかけたポケモンとかいないから、いればセリーヌってつけてもいいかなと思ってたんだけどいないな、いないな、そんなの俺の知ってる限りじゃいない、うん、そう、ピカチュウとか出てきたらなんてつけようかなとかすげえ考えてんだけどね、うん、そのまんまじゃあんまやりたくない、うん、うん、闇カラスはカラスってつけてそのまんまなんかだ、なんかさっきからこうなんか落ちてる気がするんだよ、角が角がだってさ、カラスって茨城もいっぱい飛んでんじゃん、だからうっせなーと思って。闇カラスって、うん、闇カラスだったっけ、闇カラスで、あの進化するとかっこいいやつ、いや進化するとドンカラスって言うの、あ違う、じゃあ違う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 、どれ進化するとかっこいいのって、闇カラスじゃないわ、じゃあね、うん、あれ普通にね、あれに出てくるの、どれ、ソード&シールドに出てくるんですけど、うん、アーマーガーになるやつ、アーマーガーになるやつ全然違くね？あれなんだっけ？アーマーガーになるやつでしょ？アーマーガーになるやつ、あ、闇、違う違う違う、闇カラスじゃなくて、アーマーガーでしょ？スズメみたいなやつか。アーマーガーは全然違いますよ。アーマーガーになるやつは、あれ、あれでしょ？進化前はちょっと待って、アーマーガーは、青と黄色の、わかるよわかるよ。アーマーガーはちょっと待って、なんだっけ？青ガラスじゃなくて、あ、ここ柄？これ？それ。ここ柄。それ。ここ柄全然違うわ、ここ柄だからこれアーマーガーになると考えた時に俺のニックネームはえがいカラスですね、えがいカラス、アーマーガーかっこいいですよね、アーマーガーかっこいいね、うん、でも俺はニックネームえがいカラスかな、うん、巨大マックスしようが何しようがえがいカラス、えがいカラス無限ダイナとか俺多分あの骨っことかって付けっかしね、そうですよね、うん、あとなんだ、俺でもケンタテよくわかんないね、ケンタテのポケモンってさ、俺やってないよ、うん、やってないんだけどデジモンに見えちゃうんだよね、なんとなく、うん、なんかちょっとポケモンらしくない、なんかさ、こうロボットロボットしてるみたいなやつも結構いない？そうだったかな、なんかさ、例えばどんなの、どんなの言えばいいかな、なんか、え、こいつみたいな、なんかいい、なんか俺その青緑、じゃあ赤緑から金銀って通ってってっから、はい、順当にそのポケモンは全部やってってんだけど、はい、なんかその一番新しい剣立てに関してはそれもポケモンって言っちゃうのっていうのは結構俺の見た目の中ではいいんだよね、はい、結構ポケモンも増えてきてますからね、いや今めっちゃいいじゃん、これ全部言える天才どっかにいんのみたいなそうだからさ、でもやったよ俺、めちゃくちゃやって、大学の時マジ授業中何時間、基本俺ポケモンってあのカンストすんの時間、うん、999時間59分みたいな、うん、ぐらいまでやり込むから、うん、そうやった、この辺とかもわっわかんねえもん、この何このガメノデスとかどうなってんのとか思っちゃうもんね、あーどんなでしたっけ、ガメノデスはなんかこんなのこんなの、あーこれポケモンって思っちゃうね、もうなんかスーパー戦隊ヒーローなんじゃないのみたいなさ、なんかヤドカリみたいなやつが進化したやつかな、ルガルガンとかはまだわかんないけどポケモンっぽいなと思うんだけど、はい、この例えば多分これ XY の時の、あ違うサンムーンの時かルナーラとかさ、あえこれ本当にポケモンとか、あとネクロズマとか、うん、あだなんか言いたいことはわかるかも、わかる、うん、あとあのさ、なんかあれがいいんじゃん、なんだっけ、悪事キングとか、ああ悪事キングとか本当みたいなこれいいの本当に、そポケモンって呼んじゃっていいのみたいなああそうだ、あれだ、雪原の冠とかだ、ウーラオスだ、ウーラオス、ウーラオス、うん、ウーラオスももうなんかルカリオみたいな、なんかウーラオスはもうずっとゆらゆらして、そうでしょ、うん、ゆら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 さ、そう、あと、まあ、モルペコとかは、あとコーリッポとかもさこうなんでもさ、なんかって俺はなっちゃうんだよね
なんかそれポケモンって言っていいのこれみたいな。そう、すごくだから剣盾そんなものもポケモンになっちゃうんだ。なっちゃうじゃん。なんかウーとかさ、すごいポケモンっぽいんだけど。ウーね。ウーね。ウーとかすごいポケモンっぽいなっつのはわかんだけど、あとはそうだな、あの私らがとか、あの辺はポケモンっぽいなとかわかんだけど、あの月光がとかもさ、本当みたいな。であのサルノリがさ進化するとゴリランダーになっちゃう、はい、でゴリランダーのあの巨大マックスとかもただのドラマーじゃん。ドラマーかわいいじゃん。私サルノリだったんですけど。あ、そうなの。え、草派。いや草にしたんです。ああ、今回初めてだったけど、初めてだったけど、どうしようと思って。ああ、私はあの最初は普通に順当にっていうか、ああ、あの人気が高いあのヒバニーにしようと思ったんですけど、ああ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 、なんかね、なんか猿ノリが可愛く見えたんですよね。猿ノリがね。そう。でしかもあの進化した状態を知らないで、あ、猿ノリにしたんだ。したんです。そんであの友達の歯にそ進化後の反応し、あ、進化後を知ってる友達がいて、はいはい、あのバチンキーゴリランダーね。これはそ、これは可愛くないぞ。どうだろうなみたいな、その反応を見て決めたんですよ。ああ、は確実に好きな見た目にはなると思うし。そうだよ、だってラビフットになったらちょっとあの萌え袖じゃないけどさ、そう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 、口がちょっとこうマフラーみたいなの描かれてさ、そうそうそう、覆ってるじゃないですか。で最後エースバーンじゃん。そう、イケメンじゃないですか。イケメン、そもそもイケメン。そうで、なんかいやー猿ノリはまあうーんとかつって言って、まあ、でも猿ノリ可愛いから猿ノリにするわつって、おやっぱ猿ノリといるとね、バチンキーもゴリランダーも愛らしく。わかるよ、それは超わかるよ。超わかるよ。ゴリランダーあのだんだん親密になってくると、こうポケモンも戦うときピョンピョンって。わかる。今それやってる俺も。そうで、あのコメントが面白くないですか。うん、なんかどんな作戦を立ててるのか。立ててるのか。あと今俺のね、だからイヤドーモという名の、うん、そのヒコザルから進化した今まだモーカザルなんだけど、うん、はあれだよ、あの。俺に褒めてもらいたくて狙って急所を当てに行ったっていう、おいお前嫌どうもいいなっつって熱い眼差しで見ている。そう、ただ嫌どうもごめんなって、俺そいつ捕まえたかったんだっつって。いやでも全然通じゃってない。全然通じゃってない。それは狙って急所行かなくていいやつなんだなとか思いながらさ。それすごいわかる。わかる。そう、あとあれピンチでちょっと泣きそうっていうのは私好きなんですよ、ね、あーっつってギュッと抱きしめてあげたいけどみたいな。いやあれね、すごい今のポケモン。でも俺がやった時のポケモンそれないのよ。あー、そっか。ない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 。あ、じゃあリメイク版で、リメイク版で初めてそれが来たから最初なんだか分かんなくて、うん、ただリメイク版になってすごくチャリンコが乗りづらくなった。あ、そうなんだ、うん、チャリンコって昔はもっと革命的な道具だったのに、うん、ね俺らの頃って多分剣盾でも多分あったあのランニングシューズって、うん、走れるやつあれないから、あれ金銀の次ぐらいから出てんね。しかもその当時は B ラッシュなの、 B ボタンを押しながらだから、今あの 3D スティックを倒したまま、剣盾ってあの秘伝技ってポケモン覚えんの、居合斬りとか波乗りとか。え、あった気がする。でもな、覚えてないくても先進めたような気もするけど、私多分そこまでね詳しくないから、ちげえよって言われるかもしれない。じゃあなんかね、俺らの頃ってそれこそあのセリーヌが言ってた、さっきの気持ち悪くなりましたよねっていうビーダルさんいるじゃないですか。ビーダルさんといえば便利ポケモンなの。あ、そうなんだ。例えば居合斬りっていうのを覚えさせます、波乗りを覚えさせます、でロッククライムっていう壁登るやつを覚えさせます、であと怪力とか滝登りっていうのを覚えさせて、その居合斬りを覚えてるビーダルさんがいるから、あの細い木を切って進める。だけどその居合斬りを覚えてないポケモンを連れてないとその木は通れないとこだった。そんなのあったんだ。そうだから、その必ず秘伝マシンの技を覚えたポケモンだけを連れてなきゃいけなかったの。 あ、それをあれですか、リメイク版でもあれ、なんかそれがリメイク版だと秘伝マシンっていう概念がなくなって、秘伝マシンって何回使ってもなくならないっていうマシンだったのね、うんうん、だけど技ってさ、ポケモンって 1,2 のポカンで叩いて技忘れさせられるじゃん、はいはい、うん、その忘れさせられない技だったの秘伝マシンって、だから例えば
赤緑の頃から続いてる流れでいくと秘伝マシンの03番、うん、秘伝マシンって全部7個とか8個ぐらいしかないんだけど、その03番は波乗りってきますで、波乗り覚えさせるとあの水上をこうポケモンに乗って移動できますと、っていうのがあったのね。だから必ず水ポケモンってでもいるじゃん、うん、で波乗りって技的にも強いから、ね、命中も当たるし、ハイドロポンプか波乗りどっちを覚えさせるっつって、俺は波乗り派だったから何にも困んなかったの、うん、全然水上移動できてたんだけど、居合斬りって弱いのよ、うん、で怪力もまあ別に強くない、うん、でロッククライムとかも強くないし、なんかそのあと例えば空を飛ぶとか、うん、だからそれこそリザードンっているじゃん、はい、リザードンパーティーに入れて鳥ポケモン、うん、がいないと、そうするとリザードン空を飛ぶ覚えるから、違う町に行くのにリザードンとかに空を飛ぶ例えば覚えさせるとするじゃん、うん、覚えるから、うん、で空を飛ぶ覚えてリザードンを使っていろんな町便利に行くんだけど、そういうことか。そうするとリザードンで戦いたいんだけど、技の一個が空を飛ぶになっちゃうでしょ、うん、不便だなみたいな。あ、そういうことね。そう、本当だったらそこエアスラッシュとかがいいのに、うんうん、空を飛ぶは不便だなみたいな。あ、そういうのなかった。ないでしょ。ない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 。それが多分剣盾がその前からそうなったっつってて、あ、なかった、ごめんなさい、勘違いしたわ。で俺も今作で、うん、その居合斬りっていうのをまず最初、ポケモンって必ず先に進むためにほぼ必ず居合斬りなんだけど、うん、え、じゃあ俺のその前歯捕まえたから、こう前歯を俺は便ポケにしようと思ってた、うん、その便利ポケモンに、うん、そしたら何、前歯釣り歩かなくていいじゃんみたいな。なかった。そうですよね。何これ、しかもなんで秘伝マシンやって技マシンになってると思って。あ、うんうん、技マシンね。でしょ、うん、だから感動しちゃって、何今のポケモン。そっか、それがそっか、いろいろ変わってるんだ。変わった変わった。もうなんかあれですよ、もうソードから入ったから、おう、全然昔のどういう風にやってたかがわからないんですよ。だってそれこそ、その例えば波乗りのところ行きたいっつったら、うん、その水辺に向かって A ボタンを押せば波乗りとか行けんじゃん、うん、バーっつって。違うからね、初代のポケモンなんかはそういう便利さないから、水んとこ行ったらポケモン画面開いて波乗りを覚えてるポケモンを選んで、そっから波乗りって選んでようやく水の上行ける、ぐらいのその時代から俺らポケモンやってんのずーっと。で俺はその 3DS になって、サンムーン XY ウルトラサンムーン剣盾 と、ピカブイカを抜かしちゃったから、そこの記憶がない。だからソードは、ソードのシールドはあれですよね、自転車で水の上行くみたいな感じでしょ、うん、そんなのあんの。そう、水の上行くにはそれ逆に自転車じゃないといけないんだけど、いけないの、あのちゃんと 水辺走る用の車輪に変わるんですよ。へえ。逆にあの徒歩じゃいけない。あ、徒歩じゃね、確か、うん、チャリンコ飲んだ、チャリンコ飲んないと。だからそれも知らないし、うん、でも違うんだ、ちょっとずつ違う。なんか便利に遊んでたけど、え、だから違うね、あの本当に俺らの頃と全然違うから。でそれこそ持ち物とか戦略だって違うし、だから俺、うん、剣盾って巨大マックス、巨大マックスあった、あのポケモンがでっかくなるやつある、ある、メガ進化もあるでしょ。ダイマックス、ダイマックスと、マックス、え、メガ進化でしょ。メガ進化って言うんでしたっけ、あのこうなんか紋章使ってさ、形が変わる、大きくなんじゃなくて形が変わる進化、形が変わる、うんうん、メガ進化、うん、ないもん俺、知らないの。あのメガ進化が多分ね、サンムーンか XY から出たの。あ、そうなんだ。多分 XY が先かな、うん、で XY が先出て、でそのメガ進化っていうの、バトル中に進化してさらに強くなりますみたいな。なるほどね。そうだから俺ん時はあれもいないから、フェアリータイプもいないの。あ、そっか。俺ん時はフェアリーがいないから、例えばあのトゲキスとか、うんうんうん、あのピッピとかはノーマルタイプとか。でそしたらそのフェアリーっていうのが出たでしょ、うん、そしたらその俺らがやってた黒白の頃って、ガブリアスってポケモン知ってる？ドラゴンタイプの。なんとなくわかる。すんげー強かったのよ、そのガブリアスってやつが、うん、もう無双できたの、はい、もうガブリアスさえいればなんとかなるみたいなぐらい強かったのに、フェアリータイプが出てきたことによってフェアリーってドラゴン効かないから、
そんな衝撃なタイプあるみたいな。それもう一回ポケモンマスターの道から一回退いてしまったので、そう、それを機に一回退いてしまって、しかもそのやっぱデバイス持ってないがあったから、あれはちょっと衝撃だったね。トゲキッスで思い出しましたけど、なんけトゲチック、トゲチック、トゲチックもあれですよね、進化後ブサイクじゃないですか。トゲチック、まあ、トゲピーが可愛いからね。あ、そうか、トゲピーか、トゲピーがいて、で最初で、その後トゲチックになって、あ、かそってごめんなさい、トゲチックがダサいんだよね。でトゲキスがこう、あのトゲキスが可愛らしい感じになるけども、うん、トゲチック真ん中のあの、あれでしょ、なんかネッシーみたいな、そう、あれでしょ。そう、あれはちょっとね、個人的には苦手だなと思って。でもトゲピーが最初出てきたのは、それこそ金銀の時で、金銀の時はトゲチックに進化できなかった気がするんだよ。その次で多分トゲチックに進化できて、で多分その大パンの時にトゲキスになったと思うのよ。でそのトゲキスになった時に、飛行技にエアスラッシュって技がある、はいはいはい、でこのエアスラッシュって技は、まあ、威力そこそこ高いんだけど、当たると一定確率で相手をひるませるっていう、ね、ポケモンってひるむと何もできないから、うんうん、でそのトゲキス のエアスラ型っていうのがあるんだけど、まず電磁波で相手麻痺させて、うん、必ず自分が先行取れるようになりますってなったら、ひたすらエアスラすんのよ、うん、そうすると相手ひるむかまひるかの確率がめっちゃ高いから、それで相手を完封するっていう戦法とかが流行るのよ。うわー、なるほどね。その辺をめっちゃ頭使って、待って、あいつトゲキス持ってっか、何型だろうとかっていうのを予想してパーティーとか組んで、あれがすごい本当に。で、うん、すごいね、これ反省会で話す話じゃないんだけど。そうですね、あ、そう、ポケモンの攻略のなんか話して、そう、俺話し出すと止まらなくなっちゃうからね。でもいや、ほんとあれすごいなと思って。だから 4N 調節なの。 4N 調節、 4N 調整っていう、何それ、4の倍数に調節するんだけど、うん、身代わりって技わかる？あ、はいはい、あのぬぐるみみたいなやつ出す、あ、あるあるある、うん、あれって自分の HP を、まあ、削って身代わり出しますと、あの HP 削るのって4分の1なのよ、ね、じゃあ例えば 4N 調節って、うん、HP が4の倍数になるようにしますよっていうと、うんうん、1回やると100だとするんじゃん、 HP が、うん、調整して、うん、1回やると25減るじゃん、うん、で次やると25減るじゃん、うん、でまた次やると25でしょ、うん、最後25しか残ってないじゃん、うん、できないのよ、うん、HP 足んなくて、うん、だけど 4N プラス1調節するとうわ1残んじゃん、うん、それで身代わり4回打てますよねとか、すごい、そうそう、 4N1 調整とか、あと素早さが1でも超えてりゃいいから、その例えばこの、例えばピカチュウのこういう性格の個体値っていうのがあるんだけど、個体値が V で、 V ってのはマックスね、マックスの値で、努力値がこの振りだと素早さのマックスの値は絶対これだと、もう計算上出んのよ、ポケモンのステータス決まってるから。だからこの素早さを1でもいいから抜くために調整するのは素早さ1抜き調整とか、何それっていうのをめちゃめちゃ頭使ったりして、俺はそれをノートにこうやって書き込んで、よしっつってこのポケモンの調整こうしようとかっていうのを、マジで、そう、全部こうノートに書き出して、それをひたすらあのやんの。いや、ごめんなさい、本当私ド素人でした、でしたってかド素人なんですけど、うん、それ聞くともうすごいめっちゃゆるゆる楽しんでました。だから俺みたいなやつをポケモン廃人っていうの。でそれのか、だから私あのポケンチ好きなんですよ。あ、はいはい、ポケンチね、そう、テレビでやってるやつ、うん、あれとか見てて、やっぱりこう対戦バトルやってるんですよね。やるね、やるね。でいや、みんなすごい頭使ってなんか真剣にやってるなと思って、めちゃめちゃ使うよ。そう、であれもちゃんとこう、俺レベル50っていうのに揃えるんだけど、うんうんうん、シングルバトル用に育成するポケモンとダブルバトル用に育成するポケモンっていうのが、なんかね、あるみたいですね。あるのよ。でこれがやっぱ奥深くて、で俺がそのあれ社会人になっても少しやったと思うんだよな、社会人になってても少しやってたんだけど、はい、その時にようやくこう家のネット回線も安定したから、その世界中のトレーナーとその時も勝負できたのよ、うん、
で当時コイループっつうのが流行って、うん、あのとりあえずそのくじあんじゃん、あのなんかマスターボールとかが当たるあのくじ、うん、あのくじを当たるためにいろんな ID をゲットしなきゃいけないっつって、うん、世界中の人とコイルを交換するっていう通称コイループっつうのが流行ったのよ。ひたすらコイルだけこう行ったり来たりするの。うわ、でもうコイルばっか交換して ID だけいっぱい集めてみたいなのがあって、あったらあったら、うん、でそのコイループとかもやりつつ、そのたなんつうの、他の国のトレーナーと戦えるんだけど、俺結構自信あったのよ、強いよ俺みたいなのあったんだけど、あのねアメリカの自称小学生のスティーブにだけどうしても勝てなくて、あいつなんで俺の手持ち知ってんだろうぐらい俺のこう手持ちの弱点みたいな、このパーティーが来ないから勝てるみたいなの組んだらそのパーティーが来るね、うわマジでみたいな、なんなんお前スティーブと思って、あいつ嫌いだったなすごい、そうなんだろう。でそのガブリアスっていうね、うん、めっちゃ強いのも攻撃力、物理攻撃力特化型っていうのと特殊攻撃力特化型って言って俺 2匹持ってた、うん、でどっちがどっちか分かんないように組むのにさ、うん、なんでお前この俺が特殊受けのガブリアス出したら特殊受け出してくっかなみたいな、すごい、あのスティーブは俺の手癖読みまくってたね。いやスティーブ怖いですね、あいつやばいね、何してんだろう今今何してんだろうっていうぐらいポケモンは思い出がある。いやーすごい、めっちゃやったよ。ガチ勢どころの話じゃないですね。ガチ勢じゃないね、家帰ってひたすら卵産んだらずーっとこうやって行き来するね。うわー、ひたすらすごい、テルルルルーとかつって BGM ないな、もう作業だよ、なんかこうやってでパソコン片手でやってニコ動とか見ながら、あ生まれた生まれたとかつって数値見て、おいお前ちげえよその数値じゃねえよ俺欲しいのさ、もう一回卵産んでそれずーっとやるみたいな。私もう無理です、飽きちゃうタイプです。でしょ、うん、俺ひたすらやった、ひたすら。いやでも本当にいいポケモン育てたいと思ったらみんなそうするんでしょうね。みんなそうするよ、みんなそうする。でそのネットとかにさやっぱ攻略が、うんうん、とか育成論上がってるのよ、はい、この例えばピカチュウだったらこう育ててくださいみたいな、こう育てるのが一番オーソドックスですってなってくると、うん、なるほどピカチュウの型っていうのはこれが一番多いってことは、この型から考えて型破りな型を作って相手の裏を描くにはこういうピカチュウを作ってこういう技構成にすればいいから、じゃあどうやって卵を産ませようかなまで考えながらやるっていう。すごっ、ガチ勢でした。ガチ勢ですね、うん、ひたすらポケモンに時間使ってたら、うちのその YouTube の今チーム一緒にやってるてっちゃんに、うん、ただのデータの書き換えにそんな時間使ってバカじゃないのって言われたのね、未だに覚えておりますね。だよねてっちゃんさん、うん、ひたすらデータの書き換えを、わかるでその頃から俺の同級生なんかやってたんだけど、改造ポケモンっつうのが流行ってた。何それ。あんとね、その DS とかのデータの吸い出しっつうのができたのよ、そのそういうソフトのね、うん、でデータの吸い出しをして、その吸い出したデータをポケモンの能力を書き換えるツールっつうのがパソコンで出たの、でそこで好きなステータスあたりに改造できますみたいな。で俺の同級生は俺が一生懸命時間をかけて大事大事に育てたポケモンをその改造ポケモンでマウント取ってこようとしてきて、でまあその改造ポケモンつっても能力の限界値っていうのがあって、そのちゃんと育てた場合ここが能力限界だよねっていう、だからつまりそのレベルの最強状態にしかできないのよ。でもそういうのを平気でネットつうかそのパソコンで作ってきやがって、てめえこの野郎と思いながら、ざげんなよと思ってやっつけてたね。そうなんだ。そう、めっちゃやったよ、あのポケモンノート俺未だに持ってんもんなあるよ、結構分厚いの重なって。いや何をそう緻密にいろいろ皆さん計算してやってんだろうと思ってたんですけど、そういうこと。へえ、縛りすんのよお互いに。例えば人影って一番進化するとリザードンじゃん、うん、リザードンで戦っても面白くないじゃんと。だから進化前の人影とかの段階、つまり縛りルールとして進化してないポケモンだけで勝負しましょうみたいな縛りするの。だから例えば人影ゼニガメ不思議だねだけでとか、うんうん、EV も進化しちゃってシャワーズとかブースターとかサンダースじゃなくて EV しか使わない、うん、その一番下のやつしか使っちゃダメですよ、うんうん、縛りとかやっと面白い。
うわー、ピカチュウは進化してからアウトですよとか、ピチュウじゃなきゃダメですよとか、つらいですね。そう、うわ、ピチュウかーとかって、ピチュウ行くんだったらゼニガメでも、いや、勝てねえなーとかやりながらやってた。面白い、そっか、ピチュウ出てきちゃいましたもんね。そう、で、やっぱそこで、ラッキーとか、進化しなくても強いのとかを使うとなえるから、うん、あえてもその、例えば、御三家の最初とか、もう弱え進化前とかだけを厳選してやるとか。あとトゲピー指を振る戦法でもう何が当たるか分かんない、どっちのトゲピーが指を振る使って最後まで生き残ってるか勝負しようぜって、トゲピーだけで指を振るしか使っちゃダメの勝負やったりとか。あ、面白い。そうで、一発目で大爆発して、はい死亡とかってやったりとかはい終わりとかっつってとかやったね。すごい、うん、いろんな遊び方があるんですね。あるよ、ポケモンだって型がいっぱいあるから、マモミが毒毒ヤドリギの種とか、全然わかんない。守るってあるじゃん、うん、相手の攻撃絶対守る、うん、で身代わりってあるじゃん、でヤドリギの種って あ,、うん、あのこう体力キルンキルンって、うん、で毒毒って言って、あのどんどんこうダメージが増える猛毒状態、うん、毒毒打ってヤドリギの種打って相手は自動的に体力減るじゃん、うん、でこっちは身代わりやって自分は減んないけど、こう身代わりがやられますと、うん、で身代わりやられないように守るを張ってターン稼いで相手自動で死ぬみたいな、とかいかにしていやらしいのを考えてやるかなとかやってた。すごい、やってた。めっちゃ気持ち悪い。え、気持ち悪い。めっちゃやってたよめっちゃやってた。すごいですね。そう、だからこの間小生にもそれでちょっと嫌がらせして勝ったって。いや、本当に尊敬する。気持ち悪いけど尊敬する。いや、めっちゃやった、マジやった。でその伝説のポケモンっていいんじゃん、うん、あいつらって1匹しか基本捕まえられないでしょ、うん、そうするとあの1匹捕まえんじゃん、捕まえてステータス確認して強え弱えが分かる、はいはい、だから伝説のポケモンの前でレポート書いて捕まえて、あ違うっつったら消して、また捕まえて違ったら消してっつうの何十周ってやるのよ。伝説のポケモンに、そう、伝説のポケモンの強いのが出るまでひたすらやるとか。うわ、やったやったやった。確かに今もレポート書いてくださいってなんか出てた気がする。そっからこうやり直せるようになるのかなとか、あとはその伝説のポケモン別にゲットできればいいやって人はいいじゃん、うん、でもそれじゃ嫌だから、やり直す人もやっぱいるんだ。俺はめっちゃやった、やったやったその理想個体っていうのを引くまでしゃーっつって、うわまたもう一回かしゃやるぞとかっつって、うわ大変ですよねあれね。そうなのよ、大変なの。で、その今のポケモンって、そのポケモンの強さを見る画面に、このポケモンはこのボールでゲットしましたっていうボールの種類が出んのよ、うん、スーパーボール、ハイパーボールとか。俺そこにまた俺の謎のこだわりが出んだけど、基本的にモンスターボール以外で捕まえたくない。だからハイパーボール、スーパーボールは使いたくない。俺は。しかも今ってあのポケモンセンター行って回復してもらうときに、うん、ちゃんと取ったボールが並ぶんで出るでしょ。あれが嫌なのよ俺、全部あの赤白のボールにしたいの俺。だからめっちゃ時間かかっためっちゃ時間かかったすごい。だってそのダイパーやってるときはそれこそリアルがパルキアですよ今のね。それをひたすらもうモンスターボール投げてパワーパワーっつって、もう何個投げんだよみたいな、ね、削るのももう限界もあるしね。あ、だから途中からもう削んなくなるの、うん、ただボール投げるだけの作業じゃあもうほんとポケモンの気分に任せる感じ。あ、そう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 、ゲットできないかなっつって永遠にあの999個とかかってってピョンピョンピョンっつって999個、やばい。ラッキーで捕まっときゃ一発とかで捕まるのよ。マスターボールやっぱいんねえじゃんとかって、うん、もうピョン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 やってて、はい捕まったーっつって、あー違うこれ俺の求める個体じゃないっつったら一回リセットして、またはいピョン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 、せっかく捕まえたよすごってやってた。だから時間いくらあっても足んなかったそりゃ足りないわ足んない足んない、全然足んないよいや、みんないろんな遊び方するんですね。ポケモンはでもガチ勢でやるとそんなじゃん、
そでもあの全国大会とかのやつ見て、いやこいつら頭いいな、その戦法思い浮かばねえわみたいなの平気でやってっけどね、すごい参考になる、参考になる、そう、あそうやって相手嫌がらせすんだみたいな。でもすごすぎてどんな嫌がらせをしてるかとか全然わかんないんですよ。いやもう、いやそれは絶妙だと思うよ。そうなんだ。そうただで見てるとすごいのはわかるの。例えばそうだな、セリーヌがわかりやすく言うと、うん、トリックルームって技があって、うん、それは素早さが遅ければ遅い方が早くなりますとね。でそっか、トリックルームだ。そうトリックルームって、で相手の攻撃を何でもいいから、まあ、一発しのぎました。そしたらトリックルームを張ります。で相手のポケモンにやられて退場しますってなると、次のターンその素早さの遅いポケモンが絶対的にこう出てきて先制取れるわけですよ。で例えばその時に黒い鉄球ってアイテムがあって、その黒い鉄球ってアイテムはポケモンに持たせると、その黒い鉄球が重すぎるから、ポケモンが絶対にその素早さがすごい下がって高校になっちゃうみたいな効果があるんだけど、トリックルームを張ってるおかげでその黒い鉄球を持たせたポケモンが先制を取れますと。でその時にポケモンって今特性っていうのがあるじゃん。例えばピカチュウだったら直接攻撃すると一定確率で静電気で麻痺にさせますみたいな。カイリキーってポケモンがいて、カイリキーの特性はノーガードっていう技で、お互いの技が絶対に当たるっていう、まずどんな命中率が悪くても。そこでカイリキーは格闘タイプで素早さはそんな遅くない中、黒い鉄球を持ってるから絶対に今度トリックルームっていうのを張ってるから先制できる状態で、命中率が良くないんだけど威力がめちゃめちゃ高くて、当たったら相手を必ず混乱にできる爆裂パンチっていうのを打てるのよ。だからそれで怪力出してトリックルーム張ってるから先制できる状態で、怪力の爆裂パンチって言って相手に先制取って、まず大ダメージバカーンと与えて、で相手混乱するじゃん。だから混乱するから今度5割の確率で自分攻撃か相手攻撃か分かんないから、それで自分攻撃したらラッキーだし、攻撃されても怪力のステータスがやると耐えるから、もう一回爆裂パンチってやっつけるとか、こうコンボを考えるの超楽しい。あと例えばイチャモンって言って、はいはい、同じ技を2回連続で出せませんっていう技を打って、とりあえず一発目に打った技出せなくします。そしたら2回目に多分この技が来るだろうなって予想をかけた上で、今度アンコールって技出します。そうすると3ターン同じ技しか出せません。例えばそれがインファイトみたいな強い技だとしたら、格闘タイプだからアンコールしてインファイトしか出せない状態で、今度ポケモンをゴーストタイプに変えると効果がない状態で無傷で出せるじゃんみたいなとか。で今度ゴーストタイプ出して向こうアンコールしてるから、同じ技しか出せないから効果ないじゃん。だからこれは変えざるを得ないと、うん、そうするとこっちまた無傷でなんかできるから、その時にゴーストタイプ特有の呪いって言って、自分の体力減らす代わりに相手の体力を4分の1ずつ毎ターン減らしますっていうのをいきなり開幕一発目で打てば、うん、何もしなくても相手の体力4分の1減って次のターンめっちゃ有利だよねとか。いやーとか今のはでも全然もう、なんつう、初心者中の初心者の技みたいな。そうなんですね。そうそう、強かったんだよ俺めっちゃ強かったんだよ。本当に賢くないと、そこまでのレベルの人たちはできない。俺前も反省会で喋ったことか分かんないんだけど、あれは多分黒白かな、プラチナかな、なんか忘れちゃったけど、大学の後輩と同級生と、茨台の下にマックあるじゃん、うん、わかる？茨台の下、ローソンとマックがあるとこ、茨台の下の坂ずーっと下ってって、あー、はいはい、あります、あんじゃん、はいはい、あそこのマックで飯食おうぜって言った時に、うん、俺ポケモンやってたの、うん、マックでなんかもらえるとかっつってポケモンやりに行こうっつって、マックで飯食いながらポケモンやってて、めっちゃ強いだろ俺のとかって言うの、うん、そしたらなんか隣に座って小学生が、俺も強えんだよとかなんか言ってんの一人で、で俺はずっと夢中でポケモンやってたんだけど、うん、勝負しようぜとかって一人言ってんだけど、うるせえ小学生だなと思ってこうやってやってたら俺に向かって言ってたのよ勝負しようぜって、ああ俺とねっつって、ああいいよいいよっつって、
か泣かないっつって、うん、いや俺めっちゃ強いから大丈夫だよ俺勝っちゃうもんみたいな、あそうっつって、いやこっちガチ勢だけど大丈夫っすかと思って、俺容赦しないよっつって、あいいいい全何でもいいよっつって、いやこれレベル揃えてやる試合しよっかっつって、分かったっつって、うん、やったの。あの女、あの俺いやらしい戦法でボコボコにしちゃったのよ。残念だったなお前っていうぐらいボコボコにしちゃって、そしたらもう泣きべそ書いてんだけど、ちょぶっかやろうよっつって、あ多分こいつ悔しいから多分伝説ポケモンばっか使ってくんだろうなって思って、うん、あの抜け人ってやつがいるの、うん、HP1 しかない、うん、でも効果抜群の技しか食らいませんっていうポケモンなの。で効果抜群以外のやつは一切効きません。なるほどっていうやつ、多分こいつ対処法持ってねえだろうなと思ったから、俺あの人そいつピョンって出したら何にもできずに、うん、伝説ポケモンが負けちゃって、そいつ泣きながらあの帰ってっていうね。はいはいっつって、勝てるわけないでしょっつっていやらしい。そう、小学生相手に大人げなく全力を出してしまった。いやでも実際に勝負の世界はね、ポケモンの世界はそんな感じですからね。そう、もう仁義ないから、はいはいはい、仁義なき戦いだから、やっぱ小学生といえどボコボコにしちゃったね。あの当時はね俺無双を誇ってましたから。強かったなあのポケモンたち、遅れねえかなマジで。めっちゃ強かったもんな俺。ポケモンってボックス1ボックスに30匹入るんだよ。はい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 。俺育成したポケモン6ボックスぐらいマックスだもんね。いや180匹ぐらい厳選して育て上げた。いやすごいな。熱強そうだったよ。いやちょっとあの脳内を見れて今面白いですねポケモン、うん、いやそういうのを分かってくるともうバトル超面白くてしょうがない。ほんとあの人たち何考えてこんなに面白いゲームしてんだろうって思ってたんですけど、それがもうポケモンってあとは急所だったりとか、はいはい、命中率っていうのがあるからどうしても運が絡む、うんうん、あのゲームなんだけど、はい、あんなに運が絡むゲームも珍しいなって思うんだけどね。それで世界大会とかもあるぐらいだから、うん、でもその運も味方につけてポケモンバトルだから、だからこの間小説やった時も命中率がね55しかないのが、うん、あの歌うってこと、相手を眠りにする、うん、もうなぜか知らないけど100発100中で当ててくるんです。てめえこの野郎と思って、いやらしい野郎だなと思ってやってたんだけど、そうとか、まあ、そこ逆襲しちゃったんだけどてめえと思ってそうで俺はその今作1回目始めるときに相手のライバルとかの名前も決めるんだけど、ライバルの名前は小生にしてるから、で小生もライバルの名前俺にしてあるから、うん、2人とも全クリしたらそのライバル同士がガチで戦うっていうのやろうねって言って、うん、今 YouTube もやってんだけど、うん、そうだから、ね、茨城弁ポケモン実況、あの嫁が夜勤の日はできるので嫁が夜勤の日じゃないとちょっと、ね、うるさいんでね。確かにうるさい。そう、一人で一人ごと喋ってゲームやってるだけだからうるさくなっちゃうね、あれなんだけど。楽しそうでしょ。いやすごい世界が違う。セリーヌがでも逆に、えコスさんそれあれじゃないですかとかつってこうメガネクイーンとかってやってそれでもあれですよねつって、エースバーンだったらそこの調整こっちじゃないですかとかって言ってたら、マジでそこまでやってるみたいななりますね。なるでしょ。なる。リザードン、リザードンはやっぱこうじゃないですかつって全然で、何が一番好きって言うの？何が好き？なんだろう、リザードンでも好きなんですよね。リザードンはあれ最高、うん、あれ最高。リザードンかっこいいし、そう強いし、なんかフォルム完成されすぎじゃん、うん、何そのかっこよさみたいな、うん、ゲンガーとか好きだよね。いや、ゲンガー好きなんですか？ゲンガー好きだよ。いや、私の知り合いもゲンガー好きって言ってた。ゲンガーあいつやりよるからゲンガーはやりよるよ。そうなんだ、ゲンガーをやりよる。ゲンガー人気なんだ。なんか私が好きな YouTuber さんも、うん、ゲンガーって言ってた。ゲンガーもね、初代とかもうほんと無双に近いから。そう、なんかやっぱ強かったみたいですね。めっちゃやばい、使える。そう、あとはそうだな、俺は金銀で出たバンギラスとか大好きだもんな。バンギラス、
あ、バンギラス好きです私。バンギラスは最高、俺大好き。だからバンギラスもまあかっこよくて好きですけど、うん、ヨーギラスの状態が結構好きですね。あ、ヨーギラスね、はい、あいつ可愛くせしやりよるからね。あと何好きかな、俺ピカチュウは大好きなのよ。ピカチュウは俺めっちゃ強いピカチュウとか持ってたから、ピカチュウはやっぱ個人的にすげえ好きで、あとそうだな、俺あれ大好きだけどね、あのフリーザーとか大好きだな。フリーザー、フリーザー、氷の鳥ポケモン。ああ、はい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 、いたでしょ伝説のポケモンで。あ、フリーザーとかは個人的には超好き。なるほどね、うん、フリーザー好きだね。なんかね、普通にロコンとか好きですね。ああ、いいね。しかもキューコンとかはあの第7世代かな、あのグラードンしか持ってなかったあの日照りっていう特性を得たことによってね、日の目を浴びたんですよ。そう、そういうポケモンがいいんだよ。最初からずっと不遇だったのに今作からすげえ強くなったみたいなポケモンも結構いて、あー、なんかこの子は見どころっているな。確かにリザードンなんかずっと弱かったんだよ。え、そうなんですか。メガ進化来るまでずっと弱かったの。あ、そう、使う人いなかった。そう、意外。リザードンかっこいいんだけど弱かった。そうなんだ。弱かった。でもメガ進化を得たことによってリザードンついに優遇っていう。そう、そんなドラマがあるんですね。そうで、あとはその金銀だと一番最後に白金山っていうところがあって、そこであの一番最初の青緑じゃない赤緑の時の主人公を俗にポケモン界だとサトじゃなくてレッドって呼ぶの。そのレッドと戦うとこがあるの。めっちゃ強いんだよそのレッドが。その俺不思議花出してくるの。その不思議花がもうトラウマレベルに強くて、不思議花ってこんな強いのっていうぐらい強いのよ。そうそう、トラウマを植え付けられる勝負とか、え、カビゴンってこんなやべえのみたいなとか、歴代のチャンピオンを凌駕するとか、それがもうポケモン語り出したらいくらでも喋れるよね。あれ好き、ルカリオだった。あ、ルカリオはもうね、かっこよすぎ、うん、イケメンですよね。イケメンリオルから進化したと思う、ね、あ、わかる。そう、うん、リオルも可愛いけど、俺は個人的に大好きだったのはウィンディーかな。あ、ウィンディー好き。ウィンディーかっこいいね。俺好きなのよ。ウィンディーかっこいい。ガーディー、ウィンディー大好き。大好きでしょ、うん。あと俺あの EV の進化を通称 V's って言うんだけど、 V's だったら俺はサンダースとブラッキーなの。あー、ブラッキーかっこいい。最高。サンダースとブラッキーは俺大好き。めっちゃいいんだあいつら。あとはなんだろうな、御三家で言ったら俺結構好きなのはメガニウムとか好きだね。チコリータ、チコリータめっちゃ好き。チコリータね。チコリータはめっちゃ好き。剣立ての御三家だったら俺は絶対ヒバニーが大好き。かわいいみたいな。かわいいし、なんでこいつサッカーやってんのとか。わかる。うん、ヒバニーは最高。石ころでやってますからね。やってんね。そう。で、アニメも息子が見てるからちょいちょい、ご一緒見ちゃうから。あ、いいね。あの子最初泥だらけでしたもんね。泥だらけやった。全然ゴーのね、ヒバニーね。そうそう、ゴーのヒバニー。あとやっぱ海竜とかも好き。ドラゴン好き。俺、キングドラってやつがいいんだよ。あ、はいはい、タッツー、シードラ、キングドラ、うんうん、こうキングドラがそのポケモン金銀の時に、うん、もうほんと強かった。弱点がドラゴンしかないって言って、このキングドラは強かった。めっちゃ使った。育て上げたね。そうなんだ。うん、めっちゃ強かったね。あとはあれいつからだ、ファイアレッドリーフにね、ルビーサファイアが出てきた。ボーマンダっていうね。どんなだろう。ドラゴンがいんだよ。タツベ、コモル、ボーマンダって言うんだけど。あ、タツベ、あ、タツベからの進化。そう。ボーマンダも好きだね。へー。好き。いっぱいいるよ。めっちゃいろいろ育てたな。見せてあげて、あのなんで当時 YouTube とかニコ動やってなかったんだろうっていうぐらいめっちゃやってた、マジで。そうですね、当時やったらまた違った意味でやってあの、ね、何か跳ねたかもしれないですね、うん、多分ポケモンでずっと俺の育成論はこれでこうやってやるんでつって、こ
こではでも多分こっちのステータス上げて多分これを2発耐えるっていうのを前提条件としてこれとこれを打てるってやれば多分勝てますねとかって言います。もう今目がやばいですもん。もうこんなやつをずっとまたあんのよ、乱数2発とか確定2発とか。何それ。ポケモンってこう計算式があるの、はいはい、ポケモンの威力、うん、それからその相手の防御力とかっていうのがそういういろいろ計算があって、うん、そこに必ず乱数って言ってかけるいくつっていう数字がこう攻撃ごとにランダムで決まる、うん、それを乱数って言うんだけど、うん、例えば HP300 のポケモンがいますと、効果抜群の技を打って確定2発っていうのはどういうことかっていうと、1発がどうやって打ってもダメージが170前後ですと、いくら低くても165ですとかさ、300のポケモンって2発打ったら絶対死ぬじゃん、これ確定2発っていうの。だけど1発って乱数によっては155ダメージもあるけど、乱数によっては145ダメージもありますと。そうするとラッキーな時は2発で死ぬけど、ラッキーじゃない時2発で死なないじゃん、そういうのを乱数2発っていうの。なるほど。そうだから確定2発なのか乱数2発なのかのそのステータスの調整をすることによって2発は耐えられるか2発無理だよの調整をして、じゃあ2発耐えられるんだったらこれとこれ打とうとか、うわー、そこまでも数字の計算大変よ。もうやばいよそれ。パーティーってこう組む前もやったりするわけでしょ。そう、いやだというね、今日はすごいな、反省会という名のポケモン談義になって、まあ、ポケモン談義して俺がほぼ一方的に喋ってただけだけど、ね、ポケモンやってない人からしたらなんだ今日の話だっていうよ絶対。あの前半一番最初の反省会何だったんだみたいな確かに、うん、すごいな、すごいすごいすごい。でもゲームやってる人ってみんなそんなで、いやでもそうですよね。そう、いや俺ポケモン GO やってたんだけど、ポケモン GO の中にもそのポケモンの中にそのポケモンによってその同じポケモンなんだけどステータスが違うんだけど、それを個体値っていうね、ポケモンの特有ある。ポケ GO にはその個体値がないと思った。だから、あ、厳選しなくていいんだったら楽なポケモンだからやろうと思ってやってた。よくよく見たら個体値が存在するじゃないかと、ダメだ俺の廃人街道が始まってしまうと思ってポケゴーはスッと引退したあ、そうだ、あ、これやばいと。しかも携帯のアプリってことはこれ金がいくらっても足らんぞと思ってスッて引退した。で今からポケゴーをやろうとは思わない。うん、さあ危ないよ、危ない危ない、あっという間に金なくなる絶対。そう、危ないですね。危ないよポケゴーは、危ない、マジでやばいから。そんなですよ、大丈夫ですか。もうポケモンの話で1時間喋りましたよ今日これ反省会じゃないよ、ポケモンの会だね。ポケモンの会ですね。初心者に乱数とは何かを教える会みたいなそうなんですね。そう、教材みたいな。でもこれ本当に入門中の入門中の入門くらい。マジで。うん、だから俺ついついそのまだ旅パっつってガチパじゃないの、うん、ガチパーティーじゃなくて旅をするパーティーだから、うん、まあ厳選ってしないのよ、うん、だからその努力値ってのもあるんだけど、裏ステータスね、その努力値ってのも振らないし、うん、でまあ普通に育ってっからそんな強いポケモンじゃないの、だけどやっぱりこうバーンとかだと、みんなこいつ乱数2発とかと言っちゃうのよ乱数がこいつとかっつって、うわー残ったーとかっつって、やっぱ乱数2だったかとかって言うと小生に お前旅パでそういうこと言ってんじゃねえよみたいな、いやでも乱数じゃんこれどう見てもとかって言ってもう癖で出ちゃう。へー、そう、気持ち悪い。やってたんですよ、そうやってポケモンをね。だからそのだからあえてゆっくりクリアしてるんですよ、じゃないと厳選始まっちゃうから。そうすると多分俺ここに来た時にセリーヌごめん昨日俺3時まで厳選しちゃったからちょっと今日眠いんだめっちゃっつって多分ラジオそんなになっちゃうからそっか、じゃあある意味気を引き締めてやんないと。そうそうそ そう大変なのよ、もう永遠とやっちゃうから厳選厳選っつってそう大
大変だ。ひたすら卵を産むんだから。ひたすら。私一回もうやってみたから、何のためにやってるかもいまいちよくわかんないまま眠くなりましたよね。ああ、でしょ。はい。あのね、卵をひたすら買ってくる。慣れてくると、こう、あの DS とか2台置いて2台でこうやって。はい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 っつって。あ、生まれた、どっちだ、やっぱこっちかとか、じゃあ交換するかとかっつってやってたね。いい世界にいたね。いますね。うん、オタク気質だよね俺多分もともと。変なこだわり持ったらずっとやんなきゃ気すまない。あ、それはねちょっと薄々感じてはいますよ。俺でしょ、はいはい、だから漫画も最初の1巻買ったら、はい、どんなにつまんなくなっても最後まで買い揃えるとか。俺はそういう人だから、うん、だってあのバンプのグッズにしたって何にしたって、うん、もう もう愛情超えてますもんね多分ね。そうだよ、もうコレクターの息入ってるよね。でも今回のグッズに関しては全部買ってないな。やっぱちょっとほら、ね、あんまり買うと怒られるから、ね、欲しいのだけこう買ったけど、靴はめっちゃ応募した。バンプとコラボした、うん、当たんないかなと思って、バンズ欲しいなと思って、うん、あれはめっちゃ応募した。まだあれですか、当選とか。この間締め切りだったから当選はどうかなと。あとは来年のライブ用に、ね、これはあんまり言ってはよろしくないんですけど、ブルーレイ付きの CD、DVD 付きの CD と、通常版を 1,2,3 か、買取、俺が買い取るよっつった分回して3枚買ってもらって、ライブチケット用のシリアルナンバーを5つゲットしたんだ。うん、同じ CD が5枚ある。でも今回何がいいって、予約したらシリアルナンバーもらえるから、その5枚のうち、ブルーレイと DVD を開けなきゃいけないのよ。これブルーレイと DVD が違うだけで隠しトラックが違うっていう可能性があるので、これ両方とも開けて確認しなきゃいけない。で通常版も1枚開けなきゃいけない。隠しトラックが違う可能性があるから、この2枚は未開封で取っとけるっていうね。この2枚はうわーと思って、やっ、そうですね、未開封のものなきゃいけないもんね。なきゃいけないからやったーと思って、2枚もあると思って。っていうね。や、顔やばいです。嬉しそう。嬉しそう。嬉しそうでしょ。もう今日の今日一も歯がうわってきたもん。嬉しそう。嬉しさが出てるでしょ。もうだからバンプとかはもう俺好きなもの想像するだけでニヤニヤしちゃうよ俺。いやいいことですよ。すごいでしょ。俺だって食べ物とか想像してもこんなになんないもん。うわーっつって。なんないよ。なんないでしょ。並大抵のことでは。バンプぐらいや、俺がこんな顔にやけんの、マジで。うわーっつって。っていうぐらい好きだから。もう、これはもうね、あの、恋じゃなくて愛だもん。愛。愛するってこういうことなんだろうなと思って。そう、はいはい。バンプに対しては、だから毎週全力で俺ものろけてるようなもんだよね。あ、そうですね。うん。うん、最高だよ。ぎゅーって。やっと今日のラジオの話に戻った。でももうね、時間ですから。そうだね、そろそろ。結構喋っちゃったでしょ。喋りました。1時間13分。じゃあ想像はいいでしょ。今日も今日ポケモン講座入門の入門の入門編。そうですね、ラジオの話5分ぐらいしかしてない。その前は歌ってたしね。歌ってたしね、その前は。というわけで皆さん、あの茨城弁で歌ってみても次何が果たしてくるのかお楽しみにっていうところとね、あの俺がもともとポケモン廃人だったっていうことがあの伝わったかと思いますので、あの今日の反省会に関してはマジでごめん、ポケモン興味ない人ほんとごめんって感じですね。俺が一人でテンション上がっちゃって喋っちゃったから。そう、あのセリーヌがひたすら笑ってるのが聞きたい人はあの最後までぜひあのお付き合いいただければと。何が面白いってかよく分かんないけど笑ってるって感じ。多分小生が今週字幕つけるの簡単だよ。ポケモンの話ってやって多分ずーっといくだけだから。
超簡単だと。ポケモンハイジンはつけてほしいよ、ね、そうポケモンハイジン。いやでも小生も多分同じテンションでやってたから、もしかしたらまあそんぐらいやるよねっていう認識だとハイジンじゃなくねみたいな。マジでハイジンは多分ね、そうね、寝ないで多分あの自動孵化ツールとか作って孵化させてるから。うん、俺そこまでやってないから寝たもんちゃんと。いや一緒よ、うん、一緒一緒。あとその地区予選とか世界大会まで行ってないから。あそっか、そうそれ行きたいとは思わないですか。いややろうと思ったんだけど、うん、そのなんか世界戦のレビューとかもダメだ俺の頭脳ここまで行ってねえっていうちょっともう諦め入っちゃったから。あ確かにすごいですよね。そうちょっと俺はまだ一般論に毛が生えたぐらいだったからダメだこれじゃ勝てねえやと思って。あいつらもう変態だから。そうそうそう、まだまあポケモンレベル2ぐらいじゃん。いや十分変態だと思いました。そうかな。世界の人たちド変態だとしても変態ぐらいですね。いやでも俺は普通の人凡人だと思うよ。凡人だと思う。じゃあ凡人変態ド変態サイヤ人ぐらいですか。あそうだね、変態ド変態多分すごいサイヤ人がいてスーパーサイヤ人がいるでしょ。でその変態の下に凡人がいるから、うん、俺で凡人の下にそのここに足を踏み入れないライト層がいるわけ。あこの凡人にすら行かない。あだからあポケモンって可愛いよね楽しいよね層がいるじゃん。ここ あそこは凡人層じゃない。ここは違う、また別の。これライトユーザーってやつ。ライトユーザー、それライトユーザーとりあえずポケモン全クリすればいいや。あ、はいはい、っていう人。そういうタイプだ。そう私だからもう全クリして、うん、そこまでが例えば30時間だったら、うん、そこからプレイ時間があまり増えない方々、はい、ポケモンめでれればいい。めでれれば、うん、俺らはそこから無限という名の時間が費やすから、そうあ良くないんですよポケモンって。奪っていきますね。奪っていくよ俺の私生活の時間という時間を奪っていくからね。いやまだ今作12時間ぐらいしかできてないから。そっか、夜寝ないでこっそり今日も帰ったら筋トレやってポケモンやる。やば、うん1時まで今から家帰ってだいたいそうだね11時半ごろ着いて風呂筋トレやって風呂入って12時だから1時間できる。1時間。今ご飯食べないからご飯食べる時間はいらないのでポケモンできます。ちょっと伸びちゃうでしょ。そんでちょっと伸びちゃう、だいたい1時15分とかまでやってあとちょっといいかなって気づいたら2時とかなんだよ。だいたい見えるわ、占い師じゃなくても見える。見えるでしょ。見える、うん、分かりやすいです。いや面白いんだポケモンが本当に最高。ちょっとねやっぱ子供ができたらガチ勢まではいけないと思う。1、2匹厳選して終わりになっちゃうじゃないかな今回は。私もじゃあ YouTube 見て人がやってるポケモン見てちょっと楽しもう。あだから YouTube でポケモン厳選とか見てごらん。せっかくあんのか。いっぱいあるからいっぱいあるよ。いっぱいある。怖いな、逆に見るの怖い。そう、うん、あでもこんなことやってんだってのわかる。で YouTube だと倍速で編集されてたりするからあっという間にできてるように見えるんだけど、ね、めっちゃ時間かかってる。ぜひ皆さんも楽しいポケモンライフを共に送りましょう。ダイパリメイクおすすめですというわけで本当にポケモンの話で終わった今日の反省会。全く関係なかった、本当に関係ないラジオの話1ミリも関係なく、もうなんだろうね、すごい失礼な言い方すればセリーヌの指摘利用だよねFF パルルンというラジオ局のセリーヌを俺が指摘利用してるだけだよね、これね。ユーイチパトロール入ります、ね、入るね、これはね、はいはいはい、確実に。あいつやって出してねえけど、指摘利用してんな、みたいな。っていうね。はい。自重します。自重します皆さん、ありがとうございました。また来週の本番と反省会でお会いしましょう。それでは。